ロシア非難決議への賛同国数が激減する。ここへ来てウクライナの求心力が急低下している3つのわけ。アメリカ大統領選までのタイムリミットが迫るウクライナ。ロシア・ウクライナ戦争の戦況は膠着している。アメリカなどに提供された兵器をロシア領内の攻撃に対して使用することが許可されたといったニュースもあったが、劇的な変化をもたらす要素には見えない。ゼレンスキー大統領はイタリアの G7 会合やスイスで開催された平和サミットを続けてこなしたりして、外交を通じた支援の維持拡大に向けた努力にも余念がない。だが支援国と懐疑的な国の構成や様子に変化はなく、こちらも膠着状態だ。そもそも昨年夏前から反転攻勢を仕掛けたのは、アメリカの大統領選挙の選挙戦が本格化する前に戦場で武器支援の結果を出しておきたかったからだろう。その成果は芳しくなく、責任を取る形でザルジニー総司令官が更迭された。ただしこれは政策の変化を意味せず、戒厳令を根拠にした大統領任期の無期限延長状態に入ったゼレンスキー大統領は従来の姿勢を取り続けている。果たしてこの状況はいつまで続くのか。おそらく大きな転機はアメリカの大統領選挙後に訪れるだろう。突発的事態がなければウクライナ向け支援の停止を訴えているトランプ前大統領が返り咲く。武器支援の中核を担うアメリカからの支援の停止は戦況に影響を与えるだけでなく、アメリカの同盟諸国によって形成されているウクライナ支援の国際体制にも大きな動揺をもたらすだろう。ゼレンスキー大統領はトランプ前大統領への批判的な感情を隠しておらず、トランプ大統領誕生に備えた保険を用意している様子がない。かつてはトランプ氏の弾劾裁判にまで展開したスキャンダルがあった。両者が良好な関係を築けそうな兆候がない。プーチン大統領はそのことを計算に入れているのだろう。そして他の諸国の指導者もそうだ。日本はどうだろうか。数をめぐる平和サミットの国際政治。ウクライナ平和サミットが終了した。主催者によれば92カ国が参加したという。ただし会議を締めくくる共同宣言に賛同したのは主催国スイスを含めて77カ国にとどまった。スイス政府公式ウェブサイトにおける賛同国数の数。なおスイス政府は4つの欧州地域機構のみならず、コンスタンティノープル総主教庁までも賛同国リストに含めて参加国・機関の総数を多く見せることにこだわりを持っていることを伺わせている。実際のところ平和サミットの目的の一つはウクライナの立場に対する賛同者をなるべく多く参集させることだったのだろう。参加国を増やすために2022年11月の G20 会議の際に披露した平和の公式10項目から3項目だけを議題にするという措置を取った。ただ160の招待先の約半数しか参加せず、共同宣言に調印してくれたのはさらに少ない77カ国となった。欧州全域で参加署名が集まったのとは対照的に、アジア中東では東アジアオセアニアのアメリカの同盟国以外には、政権交代後に中国との関係を悪化させたフィリピンなど数カ国だけで、アフリカでも9カ国ほどであった。上記の筆者作成の平和サミット共同声明賛同国の分布を見れば一目瞭然である通り、島嶼国と沿岸国に貼られたアメリカの同盟国網が平和サミット賛同国のネットワークである。このネットワークはユーラシア大陸やアフリカ大陸の内容には入り込めていない。つまりランドパワーの領域には全く食い込めていない。これは地政学理論におけるシーパワーの領域とランドパワーの領域が対峙する典型例の構図である。ロシア・ウクライナ戦争が2つの領域がせめぎ合う地点で発生していることもよくわかるだろう。
このような明白な構図が出来上がってしまっている以上、今後平和サミットに集まったシーパワーの領域が急拡大していくことは期待できないと言わざるを得ない。むしろアフリカでわずかにアメリカの影響が及ぶアフリカの角の2国、旧宗主国イギリスとフランスの影響がわずかに残存する西アフリカのギニア湾岸の数カ国を平和サミット側で死守するのがやっとだろう。そしてこれらの諸国だけでは国際社会の多数派を占めることはできない。国連の会費に突破口はあったか。国連総会では2022年3月、23年2月とロシアの侵略を非難する決議に141カ国が賛同した。しかし24年の同時期には同じような決議案が提出されなかった。ウクライナとその支援国が提出を見送ったからだ。賛同国の数が大幅に減ることが必死の情勢であった。賛成国の数が141カ国から大幅に減るようであれば、ウクライナにとっては大きな痛手となる。万が一過半数を取れないようなことにでもなったら大変な事態となってしまう。そこで開催された平和サミットは、国連総会から離れて多数の諸国がウクライナを支持していることを見せるための場であったと言ってよい。国連加盟国数は193なので、過半数は97である。結果として、最終共同宣言に調印したのが77カ国だったことを考えると、同じ内容の決議文が国連総会で採択されるかは不明だということになる。この数では、そもそも今後、ウクライナとその支援国の主導で決議文が提出された際、国連加盟国の過半数の賛成をもって国連総会がそれを採択するかどうかも不明だと言わざるを得ない。平和サミットの第2回目が数ヶ月内に開かれる見込みだという。ロシアの行動計画なるものを作成し、それをロシアに提示するのだという。おそらくは欧州全域の諸国と欧米諸国の同盟国あるいは友好国はその試みに賛同することになるのだろう。だが反対陣営に食い込んでいくことは難しいだろう。ロシアは併合を宣言しているウクライナ4州からのウクライナ軍の撤退や NATO 非加盟などを要求する停戦の条件を平和サミットの直前に表明した。ウクライナが少なくともすぐには受け入れるはずのない内容である。形式的に和平案を提示するイニシアチブを取ってみることによって平和サミットの前にロシアの不在を強調しようとする試みであったと言える。実際のところ、不参加の諸国の多くが、ロシアの不在に不満を表明していた。参加国の中ですら、同じ不満を表明したサウジアラビアのような国があった。参加しながら、共同宣言に署名をしなかった、アルメニア、ブラジル、メキシコ、インド、インドネシア、サウジアラビア、南アフリカ、タイ、UAE などの有力な諸国は、いずれも同じような立場を取っていると考えてよいだろう。これらの諸国は交渉の不在に不満を持っている。理論的にはロシアの停戦条件とウクライナの平和の公式を突き合わせる交渉は実施可能なはずだ。だが双方が嫌っている。交渉を公然と拒絶しているのがウクライナ側である。したがって平和サミットは交渉を通じた和平を模索するものではなかった。戦争の早期終結を求めてきている諸国が共同宣言への署名を避けたのは予測された態度であったと言える。ウクライナとしては停戦を求める諸国の本意を狙って平和サミットを開催したのだが、それはほとんど叶わなかった。平和サミットを通じた行動計画への賛同は交渉を通じた早期和平とは逆の方向を向いているという印象を持たれる可能性が高い。今後の平和サミットの成果も77カ国以上の賛同はなかなか得られないだろう。なぜウクライナへの支持は減っているのか。2022年と2023年の国連総会におけるロシア非難決議では、141カ国の賛同があった。それなのになぜ2024年の今では
77カ国以上のウクライナへの賛同が集まるかは不明な状態になってしまっているのだろうか。戦争の長期化を忌避する心情、欧米諸国に対する不信、そして反欧米陣営の求心力という3つの要素をとりあえず指摘しておくことができるだろう。戦争長期化を嫌う心情。まず戦争の長期化を嫌う心情が世界各国に広がっていることは否めない。それがロシアとの交渉を拒否するウクライナに対する不満につながっている。2023年の5月頃からウクライナはいわゆる反転攻勢と呼ばれた軍事攻勢を仕掛けた。これは目立った成果を上げることがないまま冬になり戦線は膠着した。これまでの軍事的手段だけでは劇的な戦場の変化が訪れる様子がない。そのため戦争がいたずらに長期化して世界経済などにも悪影響を及ぼし、さらには双方が使用する軍事手段を高めて戦争の被害が一層甚大になっていく恐れもある。 NATO 構成諸国が直接参戦する可能性もゼロとは言えない。戦争を終わりにさせてほしいというのが諸国の本音だろう。そのため交渉による戦争の終結の可能性を拒絶しているウクライナの態度に不満が集まることになる。2023年の世界各国のウクライナ向け ODA 政府開発援助の総額はアフリカ大陸全域に対する ODA の総額を大きく上回った。欧州域外の諸国にとってこれ以上ウクライナを国際的な注目の的にしておきたい理由はない。もちろんウクライナは領土が回復されない限り最終的な平和は訪れないという立場だ。だが世界各地で領土紛争は多々ある。それらすべての地域で戦争継続しか方法はないという結論が取られ始めたら大変なことになる。世界の大多数の諸国にとって領土問題の継続審議と停戦の促進とは両立しより議題でしかない。